おい、いい加減にしとけよ。そう毎度てめえの思惑に乗っかってやるとは思うなよ。まあそうツンツンすんなって。別にこちらはお前さんに強制するつもりは一切ないしな。それより繋がったんだろ、サザーラントからラマールまでの線が。てめえの言う通りだ。とこ裸足で泣きわめいて山道を歩いてた時、しょぼくれたおっさんに手を引かれたこと、おっさんに連れられて夜行列車みたいなのに乗ったこと、キラキラしたところに来てあの人に紹介されて、どいつもこいつもお人よしっつうか。そうか、まあ大方睨んだ通りだったか。てめえ、だったらなんでもっと早く。たとえ俺が何か教えてそれでお前さんは納得できんのか。全てを自分の目で確かめる、そう言ったのはお前さん自身だろう。ち、まあいい、俺のスタンスは今までと変わるわけじゃねえ。今度は黒幕関係だ、出し惜しみするんじゃねえぞ。ああ、それについては微妙にハードルが高そうだが、いずれにせよ今回の演習じゃ大したネタはつかめないと思うぜ。明日は相当ヤバそうな感じだし、とっとと寝た方が身のためだろう。そこの教官殿に指導されちまう前にな。てめえ、いつから？この場合、謝るべきか問いただすべきか、どっちだろうな。それは軍用通信機か。都合したのはレクターさんですか？当たりだ。いわゆる暗号回線でな。ちなみに、ミリアムやクロウサギは噛んでないから、適当に黙っててくれ。そんちゅう、二人とも、とっとと寝ろよ。マジでどっかから見てるんじゃねえだろうな。おい、なんかねえのかよ。いや別に、もともとうさんくさい人だからな。アルティナとは別の関係者を送り込んでも不思議じゃないだろう。ただどうも君は情報局員というわけじゃなさそうだな。ふん、足りめえだ。そもそも便宜も図られちゃいねえ。俺が第二に合格したのは完全な実力、カカシ野郎は関係ねえ。そうか、じゃあどうして？ふん、個人的にどうしても知りたいことがあってな。それを知るための近道が第二にあるってあの野郎に囁かれたのは確かだぜ。レクターさんがそんなことを。さっき話が少し聞こえたが、君が知りたいのは
ひょっとして。てめえに話すことはねえよ。それともなんだ、羅刹あたりに突き出すか。え、カカシ野郎から情報を引き出す代わりにいろいろ調べ物は、言ってみりゃ情報局の隠しスパイ。ちびうさよりもたちが悪いだろう。あのおっかない文校長様が知ったら即刻退学にでもするんじゃねえか。おい、まさかと思うが、本気で言ってるんじゃないよな。大人びてると思ったが、自分のことになると意外と周りが見えなくなるというか。悪い、そんな目で睨まないでくれ。そもそもアルティナがいる時点で情報局のスパイ云々は今更だろ。第一、あの文校長がそれを知って君を辞めさせたりすると思うのか。そいつは断言するが、ありえないな。むしろ面白がってとことんやれまで言いかねない。いや、いつでも寝首をかいてこいとか言い出しそうな気も。やめろ、想像しちまうだろうが。ったく、これだから常識の通じねえ連中は。だったら林教官、あんたはどうなんだ。処分の目がないとはいえ、心情的な問題はゼロじゃないだろう。俺は俺自身の知りたいことのために情報局を利用して第二に入った。七組入りを決めたのも 100% そうだ。そんな少年のクソ生意気な問題児を入れておくメリットなんざどこにある。メリットがなければ担任として教えたらいけないのか。俺はさ、アッシュ、自分がここまで来れたことに感謝しているんだ。そりゃ嫌だったさ。あんなに仲が良かった旧7組のみんなと1年で離れ離れになったのは、政府の腹立つ要請を引き受けて灰色の騎士なんて持ち上げられたのも、もっと言えば捨てられて拾われて君の悪い力を持っていたことも、大切な仲間を失ったことも。でもそれらが何の意味もない、無駄。君だってそうなんじゃないか。君の事情は知らない。だが育ててくれた人の愛情はわかる。なんだかんだ言って面倒見いいしな。仲間のフォローもちゃんとするし。そんなの君の有り余るスペックからすればどうってことないか。ちなみに君は大したやつだとは思うが、それぞれ上には上がいるぞ。クルトは壁を感じているみたいだが、間違いなく剣士としては天才だろ。ユーナもあれで警察学校を卒業した。タフさも粘り強さもある有望株だ。アルティナは生徒の枠にとらわれなければトップクラスのエージェントでもある。ミューゼは、まあコメントは控えておこうか。まあわかるけどな。まあ言いたいのは、君も間違いなく彼らから影響を受け、また与えているってことさ。それを是とするか非とするかはあくまで君自身の問題だろう。だがそこに少しでもメリット以上の意味が見出せそうなら、七組特務課という集まりに俺はその手伝いをしたい。ただそんな風に思っている。くせえ、くさすぎる。なんでこの俺がこんな青春ドラマに付き合わされてんだっつの。君の七組編入を決めたのは文校長だから、文句はそちらにな。
ちなみに俺の意見を言えば、アッシュが入ってくれたのは嬉しいぞ。キモいんだよ、たく。今日のところはおとなしく引き上げて寝てやるよ。あんたの自分をさらけ出すやり方に先制されちまったみてえだからな。時と場合によるさ。絶好のロケーションでもあるし。言ってろ。明日はどう考えてもやべえんだろう。俺たち7組を率いるつもりがあるなら、とっととあんたも休むんだな。ああ。おやすみ、アッシュ。はあ。それで、君の方はいつまで起きてるつもりだ。バレちゃいましたか。別に立ち聞きしようとしていたわけではないんですよ。ただ明日のことが心配で目が冴えたので潮風に当たりたくて。ってアッシュさん相手とあまりに態度が違いすぎません？あ、もしかして。そういうのはいいから。分かってると思うが、くれぐれもアッシュのことは。ここだけの秘密ですよね。個人的にアッシュさんの経歴に興味は出てきてしまいましたが、少しだけ我慢することにします。ああ、そうしてくれ。君にかかったら大抵のことは丸裸にされてしまうんだろうからな。あら、ひょっとして教官、先ほどの話私にも聞かせていました？君の気配は分かったからな。さっきアッシュに言った、互いに影響を受け与え合う関係、言うまでもないだろうが、君に対しては少し違った意味がある。この2週間担任として接して改めて確信したよ。秀才かつ天才的なクルタよりも、才能の塊みたいなアッシュよりも、人間として力強いユーナよりも、得意な経歴を持つアルティナよりも、君は普通じゃないな。あらゆる意味で、そら恐ろしいほどに。君の怖悪的な言動、ちょっとした冗談やおふざけ、一挙全てが俯瞰され計算された上で、どう因果が巡るかまで君には見えている。あくまで自然に君自身が楽しみながら。アッシュが女郎雲なんて君のことを揶揄していたが、そんなレベルじゃないだろう。差し詰め、トップクラスのプロのチェスプレイヤーのように、何千手何万手先まで読んで望む盤面を引き寄せようとしている。そうじゃないか。正直驚きました。教官の聡明さはもちろんある程度は把握していましたけど、まさかそんな形で切り込んでこられるなんて。八王一刀流でしたか。そのあたりの心構えなのかしら。私という人間を捉えるのに特殊な見方をされたんですね。勘の目と言ってね。あらゆる先入観を排し、あるがままを見て本質を捉えようとする。なんだ、頭がしびれるように甘い。そうですか。極めれば何事も断りに通ずる。やはり欲しいです。灰色の騎士としてではなく、先輩の大切なお兄様としてでもなく、教官のことを、教官の心も魂も。あ、危ない危ない。今更かもしれないが、あんまり大人をからかうんじゃない。
相手によっては冗談にならないことだってあるんだぞ。失敗しちゃいました。以前尊敬する方の一人に教わった殿方を虜にする魔法だったんですが、やっぱり香りも重要みたいですね。あのラベンダー、なんとか取り寄せられないかしら。君は、いや、別に魔女を気取っているわけじゃありません。ですが以前とある機会にお話しすることがあっただけで、これ以上は秘密です。わかった、そこの詮索はやめておこう。さあそろそろ寝た方がいい。明日は多分早いぞ。わかりました。教官が添い寝をしてくださったらぐっすりと。しません、ほらいい子だから。なんだか父親モードになられてしまったような。まあいいです。それでは教官、おやすみなさい。ああ、おやすみ。そうだ、最後に一言だけ。互いに影響を受け与え合う関係、いくら君がそれを制御できたとしても受ける影響はゼロではいられないはずだ。その意味で見守らせてもらうよ、君と七組のみんなを。これから先も。あ、よろしくお願いします、リーン教官。
通信波妨害装置も成功だね。遅かったじゃん。せっかくの前夜祭が楽しめたっていうのにさ。やれやれ、お前さん本当執行者に向いてるな。執行者にしては勤勉すぎる気もするけどね。おっと、彼女たちも来たみたいだ。ダリーがぼちぼち始めるとすっか。夏至の夜を邪魔しないよう忍び足でこっそりとね。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。ご苦労だった。攻撃よ。ああ、かなり遠いがデカすぎる。よほど非常識なサイズじゃねえと。列車砲か。緊急事態発生。みんなすぐに準備して。各方面との通信をつなげ、砲撃箇所の特定を急ぐぞ。全機構兵出撃準備。いつでも出られるように。戦術家集合。装備は確認しとけよ。威力は RF の新型列車砲。バラッド校が正規軍用に作らせた代物か。東からなら距離にして800セルジュ。それって峡谷方面。こちらバレスタイン。やっとつながったか。分かったさ、大丈夫ですか。ああ、こちらは大丈夫だ。だが、バラッドってやつが作らせた4機の列車砲が強奪された。ラクエル北の峡谷地帯に全部が運ばれたみてえだ。幻獣が出たあたりか。バカだ。そんな入り組んだ地形にどうやって列車砲を運び込む。確かに自走できるキャタピラもあるそうですが、それでもさすがに無理がありません。バラッタの司令から話を聞いたが、例の神器が現れたらしい。それが手をかざした瞬間、全ての列車砲が消えたそうだ。空間転移能力。白い神器は空間を操る。それで4機とも運んだのかよ。
砲台が。いかんな、住民の避難を急がせよ。こちらは一旦峡谷方面へ向かいます。あ、僕も。俺も付き合います。私も付き合おう。バイクで飛ばせるはずだ。カッカ、パトリックもオルディス方面を頼みます。バカな、今度は全軍を峡谷に送れとしてるのか。そうだ、列車砲を全て奪還するのだ。いいか、無傷でだぞ。元手がかかっているのだからな。カイトの守備はどうするのです。それにここを開けるわけには。あの砲撃の前に守備など何の意味がある。海上要塞はわしに任せよ。これより護衛と向かうのでな。まさか自分だけがここに逃げてやり過ごすつもりか。順将、峡谷に軍を送るにせよ、ここを明け渡すわけには。いや、統合地方軍へのバラッド校の監督権限は絶大だ。たがえるわけにもいかん。だがあらゆる事態に対応できるようにしておこう。第一から第八は峡谷方面へ。俺が指揮を取る。9から12はカイト周辺に展開。避難誘導や被害への対応を行え。イエス、コマンド。あの方の言葉通りか。砂渡りになりそうだが、果たして間に合うか。さてと、オーダーのお時間だ。政府が雇ったニーズヘッグは失敗。元北の両兵たちが列車砲を奪取した。結社の力を借りて峡谷地帯に運び、今現在もカイトに砲撃を続けている。整備不足みたいだが、4機もあるからおよそ5分に1発撃てる計算になるな。こんな状況になってやっと詳しい情報を。ま、結社の動きもあったから、いろいろ手探りだったのは確かでな。とりあえずお約束やっちまうか。灰色の騎士リーン・シュバルツァー、帝国政府のオーダーを伝える。結社と両兵たちの狙いを見極め、この地の混乱を回復せよ。引き受けました。ちょうどよかったわ。ファンちゃん、サラ教官。勇士たちも。列車砲の状況が知りたい。これから峡谷方面へ向かう。リーンはどうする？行こう。じゃあ私たちもご一緒します。いや、君たちは念のためこちらで待機しててくれ。そんな。また生徒は置いてけぼりってか。違う、思い出せ。列車砲は確かに脅威だが、それよりも危険な存在がある。昨夜列車砲を運んだあれがどこに現れる可能性がある。そっか、確かにあの白い機体に備えておく必要がありますね。各種装備を整えて待機。どうせ嫌でも協力してもらう。頼んだぞ、7組特務課。イエスサー。
緊急事態だ。このままバイクで抜ける。坂を上がって抜けた先だ。急ぐとしよう。さあ出発だ。